9月15日から17日の3日間池江璃花子選手が福井県敦賀市で行われた福井国体の競泳に出場し勝利を飾りました。会場には今年8月末のジャカルタアジア競技大会で日本選手初の6冠を達成した池江選手の泳ぎを一目見ようと多くの方が訪れました。9月15日の 400m リレーでは圧巻の5人抜きでチームの銀メダルに貢献。また16日の 100m 自由形ではアジア大会の疲れをものともせず自らの大会記録を更新する53秒46で優勝。 50m 自由形でも自身の大会記録タイで連覇し大活躍を見せました。すごいレベルアップした自分が徐々にできてきてるなというふうに思います。自分の泳ぎを見て少しでも勇気だったりあとは水泳に対しての魅力だったりっていうのをさらに強く感じてもらえたらいいなっていうふうに思います。東京2020大会に向け成長を続ける池江選手のさらなる活躍を期待したいですね。